おはようございます、鈴木さん。あ、田中さん、どうもおはようございます。どうも、あの、サンデー毎日でいつも原稿書いてもらってますが、まさかこういう形で、はい、お世話になっております。いや、こちらこそどうも。はい、いや、今日はなんか、出演されてるということで。そうなんです。はい、いや、お話できて嬉しいです。いや、こんな風に話をすると照れくさいですね。はい、で、今日は内閣改造のお話でしょうか。はい、そうですね、まあ、永田町はガタナガさんご存知のように夏休みみたいな状態になってるんですが、はい、国会議員はですね、まあ、それでもやっぱりとにかくもうこの内閣改造誰がどうなるんだっていう話で、まあ、議員もそれからまあマスコミも持ちきりということなんですよね。そうですね。で、まあ、いろんな人の名前が上がったり消えたりいろいろしてますけれども、もちろん今その安倍さんが周囲にベラ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 誰にしようなんて喋ってるわけないですから、当然今出てる名前っていうのは安倍さんの周りの人たちがわざとこのリークっていうんですかね、うん、名前を挙げて、はい、まあ、観測気球って言いますけども、世間の反応とか永田町の反応を見ながらですね、で、まあ、最終的には安倍さんがそういうものを参考にしていくという、まあ、そんな流れなんだろうと思いますけども、一応やっぱり今度の改造のもう最大のポイントというのは、これは安倍さんと、まあ、石破さんですね、そうですね、ある種僕は最終戦争なんていう言い方をしてるんですが、そもそも安倍さんがこの安全保障担当大臣というのを石破さんに打診を、まあ、したんですがね、はい、した段階で幹事長を変えるということはもう決めてると、これは内外に実は公表したようなもんですよね。そうですね。他の大臣を、まあ、打診したわけですからね、うん、で、これなんでやっぱりポイントは幹事長だと思うんですけど、なぜかというとやっぱり安倍さんはその今度の改造で何をやりたいかというと、いよいよその長期政権へ向けて足固めを、まあ、足場固めをしたいと、いうことはですね、イコールいつ解散総選挙というカードをいつ切ってもいいような、まあ、体制に多分したいんだと思うんですね。はい、で、それで考えると、まあ、幹事長というのはこの解散総選挙を仕切るわけですから、安倍さんがこう非常にこういいタイミングで解散ここでやりたいってパッと思った時に、まあ、ある種目くばせのようなことをちょっとしてですね、すぐそれを受け止めて、まあ、偉大なるイエスマンのようにはいって言ってパッと解散のこう準備をできるような幹事長を置きたいんだと思うんですよ。はい、で、石破さんの場合はやっぱりなんだかんだ言ってこれ最大のライバルですから、うん、石破さんにこう目くばせしたところで石破さんがなんてこうやられちゃ困るわけで、まあ、そういう意味ではとにかく石破さんを変えるというのが、うん、目的だと思うんですね。はい、で、その後にじゃあ幹事長を誰にするかということなんですが、今のところ名前が挙がってるのはまさに今日飛び回ってますけど外務大臣の岸田さんですね。それからもう一人は、これは安倍さんの、まあ、腹心でもある、下村文部科学大臣、はい、この二人の名前が挙がってます。で、どうしてこの二人かというと、まさに今言ったように安倍さんがこうパッと目くばせをしたらパッとそれを受け止めて、そして、別に抵抗することもなくですね、うん、はいって言ってパッと準備をする、まあ、ある種忠誠心従順、そういうタイプのこの2人の名前が挙がっているということですね。で、石破さんはじゃあどうするかと、ライバルで外に弾き出すんだけども、やっぱり世間の人気っていうのは結構ありますから、これを押し上げるわけにはいかないということで、まあ、安全保障担当大臣だと、うん、まあ、自分のこの閣内に取り込んで封じ込めますからね。ですから、まあ、これを、まあ、石破さんには打診し続けると、うん、で、これ一つガタナさんポイントなんですけどね、内閣改造でこんなに早い段階からその石破さんに打診したなんていう話がこの漏れ伝わるのもちょっと変な話でね、はい、うん、これね、僕はやっぱり意図的に安倍さんの周辺が流してると思いますよ。そうですよね。で、うん、何度も何度も頭下げて石破さんお願いお願いお願いって言って、まあ、石破さん今保留してますけども、はい、
断ったらこれ石破さん悪者になりますからね。そうですね、うん、だからね、うん、わざとこの石破さんの打診というのは早い段階からリークしたんだろうと思いますけど、まあ、石破さんにしてみるとこれ受けちゃうともう安倍さんの内閣の中に取り込まれちゃって、しばらく 1,2 年はもうずっとこの大臣は責任持ってやらなきゃいけませんからね、そうすると来年の総裁選挙で、出ることも、まあ、できませんよね。ボスに反発するわけいかないんで、まあ、てなことで封じ込められちゃう。だから石破さんがどう決断するかと、うん、まあ、大きく言うとこういう流れでしょうね。しかもその、安全保障の問題っていうのは今国民の反発が強いところでね、そこを石破さんに任せるっていうのは、まあ、本当に戦略なんだろうなと思いますね。いや、そうです。おっしゃる通りでね、石破さんは安全保障に関しては自分が一番できるっていうやっぱ自負を持ってるわけですよね。持ってらっしゃいますね、うん、でもこれ実は大臣になるとですね、安倍総理のを超えるような答弁とか、うん、安倍総理の邪魔をするような答弁とかできなくなっちゃうんですよね、うんうん、そうですね、うん、だからということは結局安倍さん以上のことがやれない、つまり抑え込まれるということになるわけですよね。だからまあこうちょっと客観的な言い方するとこれは石破いじめみたいなふうにも見えるんですけれどもね、見えますね。ですから、はい、ただやっぱりね、石破さんは安全保障っていうテーマは本当大好物っていうか、うん、もう飛びつきたいけども、うん、やっぱりそういう意味では抑え込まれちゃうってことで、まあ、保留しているということですよね。そうですね、どういう決断されるんですかね。そうですね、まあ、石破さんはやっぱり僕は思いますけど、まあ、ちょっと私が個人的な取材をかけてますけれども、極めて、まあ、慎重に、まあ、なんていうんですかね、その辺分かっていて、簡単に、はい、受けましょうということには僕はならないと思いますね。ですから場合によっては、断って無役というような可能性も僕はあるんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、ありがとうございました。はい、ちょっとこれは注目ですね、しばらく。そうですね、はい、どうも、はい、どうもお疲れ様です。政治ジャーナリスト鈴木哲夫さんでした。